元坊は奈良時代の法奨宗の僧。属性はアトシ。アン赤布の子とする系図や、禅首の父とする師書もある。僧刊は僧城。伝玄坊を僧城母義園に指示。養老元年剣頭師に学問像として随行し、日頭。先に白木戦で日頭していた、地達、里室浦と同じく、詩州に法奨を学ぶ、在東は18年に及び、 その間当時の皇帝であった幻想に才能を認められ、三品に順じて紫の袈裟の歌詞を受けた。約二十年後の天平七年、次回の検討師の帰国に従い、教論五千巻の一ともろ諸々の仏像を携えて帰国した。天平八年不幸を与えられた。翌天平九年、僧城に任じられて内道城に入る。ケ寺に隣接する寺を、 元の内道場とする説がある。これで、仏教師書で功績を認められ、日本への報奨集を伝えた第四祖とされている。ここで、聖武天皇の母、藤原都の病気を祈祷により回復させ、賜物を受けたことで、政治的に栄達を得る。聖武天皇の信頼も厚く、キビ真キビと共に、立花諸系政権の担い手として出世したが、 人格に対して人々の批判も強く、天平十二年には藤原博次がき備まきびと玄房を排除しようと九州で兵を起こした。この乱は失敗に終わった。翌天平十三年七月十五日千寿教戦艦を発願、書者、供養している。しかし、藤原中丸が勢力を持つようになると、立花処刑は牽制を失い、玄房も 天平十七年筑畜死勘禅寺別当に左遷。風物も没収され、翌天平十八年認知で没収した。原宝に関しては、きっかいな逸話が多い。まず司書である、俗に本記の彼の卒伝に、藤原広次が、例のために害せらるとあり、当時、広次の怨霊によって彼が死んだとの考えがあった、ことが知られる。これが、後世の書物になると話があらぬ方向に。 広がってゆく。もちろん、いずれも、後世の資料であり信用する、必然性は乏しい。やはり早くから破壊像と信じられていた道教と、混同された形跡も見られる。玄宝の栄達が妬まれたこと、さらには、彼の没落と死去が広継ぐの怨霊と結びつける、理解のあったことは認められるだろう。奈良は、元の立身の地だが、玄宝の菩提を弔う幸福寺菩提院によりずどの 玄望首塚伝承が生まれ、平安時代の大江近道七大寺巡礼式にその伝承が書かれ、やがて玄望の首塚であるという伝承が広範囲に広まった。そして人中が造営した時の土塔が玄望首塚説との関連で点火して図塔と称され、図土という漢字が当てられたものと考えられる。その後、これに関連して下記のような伝説が生まれた。 ありがとうございます。